でお伺いします。で今週末、先週ですかね、この間の週末のところでカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からのプロトン M ロケットの打ち上げが失敗しました。で春からトラブルが続いています。由宇宙飛行士の長期滞在にも影響することから先行き不安感があると思うのですが、大臣の所見をお願いします。はい、これ一つご指摘のように5月の16日報道通信津川です。結局のマスト事実の会談の件、改めてあるんですが、会談の中で国立競技場 の整備費の一部を取り付けていただくとお願いし、さらにその会談の中で、計画の一部変更ということもおっしゃられましたが、改めてその理由とですね、あと知事側からはその、情報提供がなかなかないという話がありましたけど、今後それに対してどう対応されるかをお聞かせいただけますでしょうか。はい、国立競技場の
たわけですが、この見直しによってあのラグビーワールドカップの開催までに間に合うということになりました。間に合うように見直しをしたということです。はい、いいですの方、今の関連なんですけれども、資材高騰や消費税の問題はもう去年の基本設計の発表の頃から言われていた問題でした。1年も経って、この、変更やこういうことをするのは遅いのではないかという声があります。いかがでしょうか。もったいなかったんではないかなと思うんですけれども、あのこの1年もうちょっと早くできなかったのかなという声も伝えますが、改めてどうでしょうか。すみません、自由通信の鈴木と申します。あの教育に関係ないテーマでちょっと恐縮ですけれども、大阪都構想をめぐる話で、先日あの住民投票であの反対多数で否決されましたけれども、この件に対する受け止めと、あと合わせてあの橋本市長が思った政界引退を表明されましたけれども、その受け止めというか思うこと、感想があれば合わせて伺います。朝日新聞の高尾です。はい、先に。毎日新聞の高尾です。先ほどの国立の件なんですけれども、着工は予定通りこの10月に始まるにもかかわらず、3月には間に合わないというのは、その当初の事業主体である DSC の当初の計画が甘かったのか、それとも何かあの不足の事態があったのか、あのそれとも何か誤算があったのか、予定通り着工しながらできないっていうのは、どこに原因があったと大臣は考えていますか。
橋本市長が任命されるということで、橋本市長が、進められていたその公設民営のですね、学校についても新しい市長の下で再考されると思うんですけれども、これのその、影響とですね、文科省としての、まあ、ご対応をもしあれば。あとこれは大阪府の教育委員会の関連ですけど、まあ、その、学力テストのですね、総合入試の内申点の一部活用という話は、まあ、今後その、橋本市長が辞められて、維新のですね、その体制が変わっていく中で、どういうその影響がもしあり得るとすれば考えられるのかということと、そのご対応について。はい、毎日新聞の時です、はい、教育再生実行会議の件なんですけれども、およそ2年半で7つの提言が出ました。で、一部ではちょっとスピードが速すぎではないかという指摘もございますけれども、これまでの提言とその進捗状況について、大臣のご紹介をお願いします。
今の教育のコストの関連で、先日大臣の会見の中でも、財務省が4万2000人削減という件に関して、反論を速やかにというお話があったかと思いますけれども、それの現状とですね、改めてその、先ほど12年間、無償にしているような、ご存知でもあるということでしたけれども、コストとそのこれからの教育に関してのお考えを教えていただけますでしょうか。新国立競技場、テレビ朝日の佐藤です。新国立競技場についてなんですけど、開閉式の屋根がオリンピック開催に間に合わないというのは、当初の想定からすると一歩後退だと言えると思うんですが、松戸知事も指摘をしていたんですが、やっぱりこういったことに関してですね、しっかりとした責任者を置いていないからこういうことが起きてしまうんだ、こういう問題とかに対処できないんではないかという指摘があるんですけど、これについてのご所見はどうでしょうか。